この時間はラジオの前で乙女モード、乙女心シンドローム、田村ゆかりです。放送300回まであと9回。え ?9 回ってことは、2ヶ月と1日だから、ちょっと待って、また行くかに行くやつだぞ、ゆかり。2月だから今、3月、4月ぐらいになったら、慣れたら、300回。ってことだね。だからさ、なんか数字がね弱いわけよ。数字だけが苦手で、でさ、この間やったライブで10月かな、あれ10月9月10月わかんねえ、数字だからわかんないや。なんかそのぐらいの時にやったライブの時にわかんない、やったライブでね、まあ、目打たなかったんだけど、目打つと結構めんどくさいことになりそうだったから目打たなかったんだけど、25周年だったみたいで、その多分音楽とかを始めてねだったらしくてさ、で彼は46歳だから、人生のちょうど半分かな、いや半分じゃないやみたいな話をさしたわけ。そしたらさ、なんかわけが分かんなくなっちゃって、多分25っていう数字を基準に考えてしまったから分かんなくなっちゃったんだけど、25の倍だから50歳になった時に半分だって思ったんだけど、50歳になった時はもう25周年じゃなくなってるから、あれってなっちゃって、でハテナがすっげーいっぱい出ちゃったんだよ。そしたらさ、それを見てたお客さんがさ、やばい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 、ゆかりんがなんかわけわかんないこと言い出せる、やばいやばい、怖い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 ってなんかなってたみたいで、なんかツイッターの感想のタグとかを見てたら、ゆかりんが突然なんか異空間なこと話し出して怖かったみたいなこと書いてあってさ、それを見てもなお理解ができないわけ、どういうことだと思っちゃって、でこの間なんかスターさんが教えてくれたのが、人生の半分だったら30何歳の時になるはずだから、もう永遠に通り過ぎちゃってるから、もう永遠にちょうど半分は来ないよって言われて、その時はへーって言ったんだけど、ちょっと今もやっぱ分かんないんだよね、なんでって思っちゃって、どういうことなの、分かんないんだよ、なんかよく分かんないんだよな、人生何年設定、それも分かんないもんね、分かんないんだけど、ただまあ物心がついて半分以上は多分ゆかりんをやってるんだなっていうことは理解できたのよ。46歳の半分だとさ23になるわけでしょ、23年だもんね、だからもうとっくに半分は超えてたんだよっていうことなんでしょ、なんだけどまあちょっと分かんないんだよね。これね、ゆかりんって本当にバカなんだなって書いてあって、そうって思った。それでは今夜もゆかりんの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めましてこんばんは、田村ゆかりです。42歳の時は21と21で半分なの、えゆかり42歳の時は21年になってんの、音楽始めて21年になってる、そこが問題じゃん、まず、スタート、ちょっと待って、矢野さんも今異空間の話 しだしてるゆかりに対して、異空間プレゼンを今始めてる、もしかして歌がのスタートは、そう、それが設定難しくってさ、多分人によって違うと思うね、人によって違うってなんだよ。違う違う、だからゆかりは多分90、あー分かんない、6年か7年かどっ
チカのはずなんだけど、一番最初に CD 出させてもらったのって。ただそれをカウントしてる人しない人ってやっぱいるじゃん。例えばさ、じゃあその最初のメーカーの次のメーカーになった時はファーストシングルとかって言い上がるじゃんね。でまた移籍した時はそれはまあちょっとスライドっぽい移籍だったからあれだなんだけど、でまた移籍した時にんーなんかちょっと移籍後第1弾とかってやっぱなっちゃうからさ、その1をどことするかっていうのが難しいわけよ。だもう今となっては多分わかんない、その最初のだから90何年を含めるかとか含めないかとかだと思うからさ、わかんないんだけど、多分含めての話なんだろうね。96?7? どっちだ ?97 年、97年がスタートにしよう設定は。っていうか76年前でしょ、で97年でしょ、ってことはん22年って何、22歳ってこと、え22歌スタートまで22年かかってるってことね、生まれてからね。だから22年後が97たす22だから下の桁が9で待って1繰り上がって、1たすって129歳。ちょっと待って待って、おかしいおかしいおかしい、何言ってんの、あのさあれちょっと待ってよ、2019年、え待って、129どこ行っちゃったの。あっ6年だから、ああわけがわからないんだよな。1997年でしょ、2019年がでもさ、2019年だったらさ30何歳の時節おかしくない、半分が。あれ44歳だよ、30何歳節はどうなってしまったの、どういう、あだ人生の半、どういうこと、わかんない、本当にわかんない、人生の半分だったと44歳の時だよってことって矢野さんは言い張る。でも待って、親方はハテナって言ってるよ。2019年以降はもうだから交わることはないんでしょ、また人生の方が多いってこと。やべもうゆかりんの本当の自我は失われてしまったっていうことだね。だからもうこのゆかりんの自我に乗っ取られてて、 ゆかりはだから、そのゆかりに乗っ取られる前は1997年までの、乗っ取られるってなんかよくわかんないけど22歳だけど、そこは変わらない。あーデビューするまでの年は変わらないからっていうことか。そうだよね、そこまではだってデビューしてないんだからね。あーでそれ以降で半分を考えたら2000、ちょっと待って、1997たす22は合ってる、私の計算と違うんだけど合ってる、1繰り上がってる、ちゃんと21歳、21だ、あ矢野さん間違ってる、間違ってた、21たす21だから2018年の時だから42歳だって、42歳、結構最近の話でもないな、42歳、最近の話って言おうと思ったけど全然最近じゃないな。なんかさ、あの昔のさ自分のさその映像をねちょっと見てたわけよ、資料として。なんかハードディスク引っ張り出してきてさ、振り付けのビデオとかさ、あと本番映像とかさ、なんかどんなことやってたんだろうなと思って見てたわけ。あのねやっぱ踊れてないんだけど、今よりなんか軽やかなわけよ、踊れてないんだよ、踊れてないなりに今よりも軽やかなわけ。やっぱちょっとカレーは怖いなと思ってさ、だってさその時のじゃあ映像見て今もできるしって思って張り切ってやっちゃった結果が多分運動会で張り切って走って
脱臼するお父さんだと思うのよ。でしょ？だってもう体はもう46歳だから無理しちゃいけないんだと思うの。やっぱ今でもできるしってちょっと思ってる自分がいるんだけど、多分やったらあのな寿命が縮むやつだと思うんだよね。本当にだ、何足がとかさ、足がボキッと折れたりとかもあるかもしれないけどさ、単純にその心配能力とかもさ、絶対もともとそんなに強くないけど、そういうそれもさ不思議でさ、やっぱりさそんなになんか体弱くないと思ってるわけで、確かにさそのここ何年かのそのコロナが始まってとかってさ、特に最初のコロナの年なんてさ、外にあんま出てないのもあってさ、人とも会わないのもあってさ、風邪一つひかなかったりとかさあったわけ。まあ2年ぐらいかな。でもさゆかりさ、人にゆかりのイメージ聞いたら、あなためちゃめちゃ病弱よって言われて、あの病弱とまではいかないんだけど、あのよく体調崩してるイメージあるけどって言われてさ、はあって思って、もうでもこれ無敵だと思ってたから、ロキソニン飲んだら無敵だって今でも思ってるけどさ、だからさはあと思って、だからやっぱ無理をしちゃいけないし、ごめん声を大にして言いたいけど、みんな昔のゆかりの面影を求めないで。いや本当に骨とかさ突き出るぐらい転んじゃったりするかもしんないじゃんね、あの運動会のお父さん状態絶対なるからやばーって思って。だから例えばなんかこう振り付けが前の方が良かったとかさ言いやがるじゃん、お前がやってみろの世界だからさ、お前だって年取ってんだぞの世界だから、いや本当やばいなと思って、ちょっとね反省はしてないけどっていうのを、年相応、そうそうそう、年相応にやっぱ若干ねやんないと、無理してたら多分ダメなやつだって思ってさ、っていうのがね、あのこの間まだちょっとどうなってるか分かんないんだけど、お家でね、ちょっと夜中に携帯取ろうと思ってパッて足を動かしたら、あの家の何つったらいいんだ、机の何つったらいいの、木の重たい机が乗ってんだけどさ、ラグの上に、そこで足の、左足の薬指と小指をガンってぶつけちゃったわけ。んでさ痛えって思って、うえ痛えってなって指でパッて押さえたの、痛いから痛って思って、そしたらなんかボキって言って、でもさ、まあ、ボキって言うじゃん骨ぐらい人は。で、あー痛たたと思ってさ、あもう打ったから歩きにくいわと思って、んでまあちょこいは横道それるけどさ、その1時間後ぐらいにさ、今度さあの床の上に落ちてたさ、なんで落ちてんだって話だけど、置いてた PS5 のコントローラーガンって蹴っちゃって、今度足の親指痛いってなって、左足の、なんだよ左足ばっかし負傷するなってさ思って寝たらさ、次の日も痛いわけ薬指だけが。でちょっとなんかこうかばって歩かないと歩けないぐらい痛くってさ、ただ夜になったら、まあ、ちょっとロキソニン飲んだら治ったわけ治ったのよ。だからさ最初はあやと会った時もちょっと足痛くてちょっと引きずってるんだよねみたいな感じだったんだけど、夜になったら治ったっつって、この踊れる踊れるとかつって、ほーとかつってさ、タカ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 つって、やめなさいって言われて、でも治ったしつって、その翌日もまだ痛いわけ足痛いの。まあ翌日っていうのがまあ今日なんだけど、すなわち痛いわけ。でもね、たまに痛くないのよ。例えば今椅子に座ってるでしょ、だからまあ痛くないわけだ、治ったのよ今は。立つとたまにちょっと重心によって痛い、でもそれは気のせいで、まだね病院に行く時間がなかったから見てもらってないんだけどさ、まあちょっと見てもらおうとは思ってるけどね、これどうにもなってなかったらいいね本当そうじゃない？なんかさ結構
簡単に足の例えば小指とかってタンスの角とかにぶつけると簡単に折れちゃったりするんだって。意外と折れてはないと思うのよ、変な方向に曲がってないから折れてないんだけど、ただその昨日あたりから内出血してるわけで、ちょっと腫れてんの。だからさ、ほーと思って、これはって思って内出血、そうなんだよ、検索すると内出血して腫れててひび入ってる可能性あるって書いてあってさ、でもまあロキソニン飲んだら痛くなくなるし歩けてるから多分ゆかりはひび入ってないと思うのよ、その軽い打撲程度なんだと思うのよ、だってほーってできるんだもんいやそんなに、だってゆかりあれだよ、イワシとアーモンドのなんか小魚のやつとか食べてるし、だからカルシウムとか取ってるから多分大丈夫だと思うんだけどさ、ただちょっと分かんないなと思って、折れてはないよね、そう折れてたら多分歩けないって思うんだよ多分ね。でももしかしたら、まあ、軽くかもしんないけどひび入ってる可能性はちょっとあるかもなって思ってさ、やっぱ加齢のせいかな、やっぱ骨とか脆くなるのかな年取ると、絶対あるよね、そう 骨密度とかがさ多分さあると思うんだよね、だからちょっと困ったなって思って、でも気のせいだと思うよ、もし病院行ってちょっとひび入ってますねって言われても気のせいって思うわ分かんないけどね、ロキソニンがあれば多分乗り越えられると思いたい。いやまあちょっと今変な風にバカみたいに言ってるけど、あのひび入ってたらちゃんとするよもちろんそれはちゃんとやるよちゃんと反省にしますけど、でもなんかちょっと こういう風にでも言わないともうやってらんないじゃん、なんか気持ちの問題的に。よ、骨折の経験なんかないんだよゆかり、骨折だからそう骨が折れるってことでしょ、軟骨が欠けちゃったとかはあるんだけどさ、軟骨なのかな、うん、あるんだけど骨が折れましたっていうのってなくって今まで一回も、だからさ分かんないしね、あんま痛くないんだなって思って、だから、まあ、大したことないんだろうし、うん、折れてないとは思う、ひび入ってないとは思うけど、ひび入ってた場合ってなんかさ、なんかうんってしたらくっつかないのかな、なんつうのなんていうの、うんって、例えば靴下履いて靴履くと今までこう自由だった足がさキュッてなるじゃん、だキュッてなったら固定されてる感じがすごいするわけよ、でもねちょっと痛い気のせいだけどね、まあ楽しみですねどうなってるかねそれではここで、あ、いい曲だね、一曲聴いてください、タムリカイのニューアルバム、あの合言葉よりタムリカイでケセラセラ。気をつけば同じ顔、好きも嫌いもあなた度胸に見つかる、ほどなくしてから思った昨日と同じ朝が迎えに来て
出てきた。引き出しクローゼット、カバン、アルバム、どんな場所でも OK です。奥から出てきたものの話を教えてもらうコーナーです。恋はアーセラーズさん、Gパンの後ろのポケットから小袋に入った抹茶塩が出てきました。よく覚えていませんが、このGパンを履いた時にお弁当を食べ、そのお弁当のおかずの何かにつけるためのものだったと思います。これさ、もったいないから取っとくよね。ゆかりもね、取っとくわ、この小袋のお塩とかっていうので。お弁当にかけるのもさ、こんなに全部使わないからさ、なんかちょっとかけるのもったいないなって思っちゃって、だからそのお弁当の本来お塩をかけなきゃいけないものは、本来のお店の人が思ってる美味しさに到達しないままの味のしない感じのまま食べて、んでこうお塩取っとくわけよ。たださ、こうお塩持ち歩いても使う機会があんまなくって、でお塩使いたい時に限ってお塩の小袋置いてきちゃうんだよね。こうもうほんとあるあるだと思う。だからお弁当にかけた方が本当はいいんだろうね。この間もね、お弁当のお塩持って帰ってきたよ。あとね、爪楊枝が個包装のなんていうの、袋に入ってるやつだったから、それも入れて小袋に。あとはね、あ、だ今持ってるよ。あとはあ、持ち歩いてないか、今日外でご飯食べないと思ったから持ってこなかったよ。あれ、最近輪ゴムもちょっと持ち歩いてもらってることある。ただそれはうち輪ゴムなくってさ、輪ゴムある家に、輪ゴムの何買った輪ゴムよ、Oバンドよ、箱ある、あ、Gバンドか、輪ゴムの輪ゴムのメーカー Gバンドだよね、確かね、ゴムバンドでしょ多分。Oバンド、あれ、そっか、Gバンドだと思ってた、Oバンドか、そっかそっか。それのうちにないから、そんなものは。だから欲しいな、まあ2本あれば十分なんだけど、あの、ね、プレステのちょっとコントローラーのトリガーの部分を押さえときたいわけよ輪ゴムで固定したいタイミングがあるわけだから、そのタイミングのために輪ゴムすぐなくなっちゃうから、こうセットしてやってるんだよね。なんかそういうコントローラーあればいいのにね、抑えっぱなしになるやつわかんないんだけど。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム、マイ言葉より、田村ゆかりでネバーレッチューゴー。小さな明かり、心に落ちた影を映してる。記憶の中で出会った君は子供みたいにただ笑っていた。なんてことない日常が、そのさりげない横顔が、夜明けに染まる涙の向こうを浮かんではまた消えてく。お願いね、また行かないで。話をしよう、その声が響き合うまでさよならは言わないの。
そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net yukarin@joqr.net です。そういえばさ、ゆかり、先週さ、あんまり会ったことのない友達に偶然出会ったんだけどさ、その話もう今できないわ来週覚えてるかな、その話。まあ、な、取り立ててなんかすごいなんかがあるわけじゃないんだけどさ、珍しいからね、話したいなと思って。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。No.